こんにちは。こんにちは。でございます、はい。ということでやってまいりました。傘でございます。いや驚きですよね。ブランドをやってて傘を作ることになるなんて思わなかったですけども、傘使いますか普段？まあ普段？まず雨の日は使う。まあ、まあ、でも今年私は日傘デビューしたので。あ、デビューですか。じゃあ私傘を持つことにはちょうどいいかもしれないですね。はい、まあ、ただの傘ではございません。お夫婦のこのワンピースのジャカートボタンダウンワンピースですね、はい、こちらも人気ですけども、その生地を使って傘にしたと。これもだってまずこれがもう大変に大人気でしたから、はい、これも結構社内でこれ最初見た時もなんか、いやびっくりだよね、盛り上がり方が、うん、近年稀に見る感じですね。稀に見る感じですよね。まあこれも、ひかみさんね、革小物やってくださるひかみさんのご紹介で、はい、東京の、工房で作られている職人さんにお願いしているとみたい、はい、ということで、まあ、まず、このジャカートの素材ですよね、はい、これが、まあ、ただのこの状態だと、もう当然濡れたら普通の生地なんでダメですし、何の UV カットもしないんですけども、はい、加工を施しておりまして、だからまあ、 触るとね、ちょっとパリパリしてる、あ、傘の素材だっていう、うん、傘だなっていう感じになっておりまして、雨晴れどちらも兼用の素材でございます。はい、ちょっと後で水でもしてみましょうか。あの割と結構普通に雨防げると思いますよこれ、うんうん、あの遮光性、あ、 UV カット率 94.4% という、その約あとの 4% 何だったんだっていうね、 5.6% 何だったんだっていうところですけども、そのぐらいの UV カットをしてくれている、結構割にしっかりとした傘ができましたね、はい、でここもね白木でできておりますので、まあ、ちょっと物撮りのインサート挟もうかな。ここのサイズ感が結構綺麗だよここ、うん、なんていうんですかね、普通のよくある傘よりはちょっと狭めになっているので、うん、綺麗だよ、美しい、腕に引っ掛けやすいっていうところが一個あるのかなっていう感じですね、はい、確かにあのここの曲線が本当に綺麗よ、うん、本当に。あとこれお届けの時はビニールが多分、うん、ちゃんとねついてる、ね、ついてるんですけど、はい、これを撮った時に高坂さんがそう、うわすごい木の匂いって言ってて、そうそうそう、すごい木の匂い、いい匂いがするんだ、そういう楽しみ方もあります、うん、ね、まあ当然、はい、この面がいいよね、写真も見て思ったけども、うん、こうですよね。まあこのお洋服ちょっと私には可愛らしすぎるわっていう方もこの、まあ、確かに傘であれば小物使っていただけるんじゃないかと、うん、まあこれまで夫婦といえばブラックドレスから始まって、いろんな方、いろんな職人さんや取引先の方に知り合い、夫婦らしさがどんどん拡大しておりまして、まあジャカードっていう素材ももうその広がっていった一つですけども、そこからこういった取り組みもねできるという、ちょっと嬉しい出来事ですかね、はいはい、アフターケアもひかみさんのところに、お願いすればできるということなので、うん、まあ、僕らちょっと傘の専門家ではないんですけども、はい、まあ、その辺もバッチリサポートしてくれてると、なんか革の時とほとんど同じような作りですよね、うんうん、だから本当にひかみさんありがたいよね。僕らこれ傘やりたいって始まった企画じゃないんですよ、はい、ひかみさんがこれを持ってきたんですよ、突然これ興味ありますって実はって言って、これうちの、ね、やってる生地ですねって言ったら、それで作った絵見たんですすごいよね興味だってね、傘をやろうっていうまず発想になかなかならないですよね、はい、なので、あ、しかもこの生地を選んだところがやっぱさすが、ね、さすがですよね。いや可愛いもんな、うん、ありがとうございます、はい、なんかサイズ感とかを知りたいと思うのでちょっと持ってみましょう、はい、はい、ちょっと一回どけます。あ、はい、はい、まあ、持って立ってみるとこんな感じ。どんくらいの大きさなんだろうね。小ぶりな傘だよね。そうですね、だいぶ小ぶりだと思います、はい、で、ボタンがついていて、ここを開けます。
ね、こんな感じですね。あ、めちゃ可愛いじゃないですか、これ本当。はい、はい、ああいいですね。はい、水か。まあじゃあちょっとエリーがこうやってもらって、上からちょっとバケツで。怖い。まあ傘なんでどんくらい水がね、はい、おお。私はおーおーおー、全然、あ、すごいすごいすごい。あ、もうで、え、あれ、これひとみさんに見せてもらったやつだっけ、これ、撥水状態を。あ、それ豚側だ、豚側のカバンだそれ。はい、それ全然違う、ダダ漏れでした。まあ、こんな感じで、これ分かったかな。なんか、まあ、そこそれ水もしっかり弾いてくれる傘でございました。はい、というジャカートアンブレラオリーブでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。